ジェームズ・ジレスピ・ブレインは、アメリカ合衆国メイン州出身の政治家。会議員、会議長、上院議員を務め、二度アメリカ合衆国国務長官となり、ハーフブリードの推進者となった。南北戦争後の共和党で有力指導者となり、再三有力な大統領候補と目されたが果たせず、1884年、アメリカ合衆国大統領選挙では、 党の使命を勝ち得て出馬したが、スキャンダルがたたって、民主党のグロバー・クリーブランドに敗れた。ブレインは、ペンシルベニア州ピッツバーグに近いワシントン軍、ウェスト・ブラウンズビルで生まれた。曽祖父は、アメリカ独立戦争中の1778年から1782年まで、北方方面軍の兵舘総監として、大陸軍に仕えたエフレーム・ブレイン大佐だった。ブレインは、 多くの分泌能力や政治的適性の証拠を残して1847年にペンシルベニア州のワシントン近くにあったワシントン大学を卒業した。そこではデルタカッパーイプシロン UI 会の会員だった。その後、ケンタッキー州ブルーリックスプリングのウェスタン士官学校で教鞭を取り1852年から1854年には フィラデルフィアのペンシルベニア盲学校で教えた。この期間は法律の勉強もした。ブレインは1850年6月30日にハリエット・スタンウッドと結婚した。1854年、メイン州ウォーガスタに居所を変え、ケネベック・ジャーナル、また後にポートランド・アドバタイザーの編集者になった。編集作業は間もなく放棄され、より活動的で公的な経歴を求めた。 1859年から1862年までメイン州議会議員となり、最後の2年間は会員議長を務めた。また、1859年には共和党州委員会の議長となり、20年以上にわたって党のあらゆる選挙運動を自ら指揮した。ブレインの称賛者の間では、羽毛の騎士と呼ばれた。ブレインは共和党員として、 第38位アメリカが州国議会会議員に選ばれ、1863年3月4日から1876年7月10日まで連続7期務めた後に辞任した。第41議会から第43議会では会員議長を務めた。第43議会から第45議会までは会員議員運営委員会の委員長であり、その後に4年間以上、 アメリカ合衆国上院議員となった。会員は、ブレインの政治的また議会運営能力にとって、適した活躍の舞台だった。議論者として覚悟ができており強力であり、十作に富んでおり、また論争の場でも抜け目がなかった。南北戦争やその後のレコンストラクションの創造し、正解にあって、その積極的な性格と建設的な才能がうまく活かされた。 合衆国から脱退した州の復興手段が数年間連邦議会の中心議題となり、ブレインはそれらの案を形作り議論する指導的な役割を演じた。南部の諸州を政治の仕組みの中に全面的に復帰させるために、その大議員数の算定根拠が大きな問題となった。南部州が解放奴隷から選挙権を剥奪している限り、 多くの議席を与えられるべきではないという根拠で、算定根拠を合法の有権者数にすべきという意見が強かった。一方ブレインは、算定根拠が有権者ではなく、人口に基づかせるべきと主張したが、これは有権者比率が様々である。北部州には公平なことだった。また公平な賛成権付与によって保護されるべきと主張した。この考え方が結局主流となり、 アメリカ合衆国憲法修正第14条には基本的にブレインの提案が採用された。ブレインは急進派共和党員による南部州に対する軍政府統治計画に反対し、軍政から解放され文民政府を再開するための明確な道筋があると主張した。貨幣で担保された公共債務は紙幣で支払われるべきという主張に対し、 議会で最初に反対したのがブレインであり、これが1867年時点でキ運と拾い、指示を得ることになった。帰化したアメリカ市民が母国に戻る時に不中ということで告発されるという問題で帰化市民の肩を持った。その活動は1870年のアメリカとイギリスの間の条約となり、帰化市民がアメリカ生まれの市民と同じ土俵に立てることになった。 アンドリュー・ジョンソン大統領が1866年にキュービー・ユーイング将軍をオランダ大使に指名したとき、ブレインはユーイング指名を撤回し、兄弟のチャールズ・ブレインを任命するよう運動をした。ブレインは大統領に対し、ユーイングは不正な行為をしていると告げたが、これはブレインとジョンソン大統領の個人的な確執から来たものと考えられる。ブレインは ジョン・シャーマン上院議員を含み、オハイオ州の著名な政治家たちに対して、ブレインの親友で、オハイオのローリフ・ブリンカホフ将軍をその地位につけるために、あらゆる可能性を試すと宣言していたことが、露見していた。それでも、ブレインのユーイング将軍指名撤回の要求は、成功せず、ユーイングは1870年までその職にあった。1875年、ブレインは、 政教分離原則を促進するために、宗教学校に公的資金を使うことを禁じる憲法修正条項を提案したとされている。この修正提案は、上院で必要とされる3分の2の票にわずか4票、及ばず議会の段階で成立しなかったが、各州の過半数が同様な法律を採択し、一般にブレインの修正条項と呼ばれている。この修正条項では、 特定の宗派の支配に基づかない限り、公的学校で包括的宗教教育を行うことまでは禁じていない。カトリックはブレインの修正条項を反カトリック的として非難したが、敬験なプロテスタント、特にメソジスト、バプテスト及び組合協会主義者には強く支持された。 ブレインは1876年の大統領選挙で共和党の指名を得ようとして失敗した。この指名を得ようという時にリトルロックフォートスミス鉄道とノーザンパシフィック鉄道との関係で会員議員としての汚職を必要に告発されたことでダメージを受けた。共和党員の過半数によってブレインは完全に身の潔白が証明されたと考えられたが、 共和党全国大会ではわずか28票差で大統領候補の指名を逃した。最終的に他の指名候補者の支持がダークホースのラザフォード・ヘイズに集まった結果だった。ブレインはその性的によって、ブレイン、ブレイン、ジェームズ・ジー・ブレイン、メイン州出身の大陸一の嘘つきとあざけられた。ブレインは共和党公認でアメリカ合衆国上院議員に指名され、その後選出された。 上院議員を4年間務めている間も、その政治行動は衰えなかった。ブレインの提案した法案の中でも通過法は特に結出したものだった。以前は紙幣の流通量拡大に反対したが、この時は銀貨切り下げに抵抗した。アメリカの海運業発展を推進し、保護政策は陸と同じように海にも適用されるべきと主張して、寛大な助成金を提唱した。 ブレインは上院議員に再選され1876年7月10日から1881年3月5日まで務めアメリカ合衆国国務長官となるために辞任した。上院にいる間に上院公共事業経費節減委員会及び上院運営委員会の少数派推進者となった。この期間に再度大統領候補の指名を得ようとした。 1880年の共和党全国大会では、ブレインと元大統領ユリシーズ・グラントの支持が、きっ抗しており、他に、オハイオ州のジョン・シャーマンも、そこそこの支持者がいた。候補者選びは36回目の投票まで続き、ブレインの友人やシャーマンの友人が結託して、ジェームズ・ガー・フィールドの指名に成功した。ブレインと副大統領候補ローガンの選挙、ポスター・ブレインは、 ジェームズ・ガーフィールド及び、チェスター・エアーサー大統領の内閣で国務長官を務めた。連続しない期間で二度この職に就いた者としては二人目で最後だった。ガーフィールドが暗殺された後、アーサー大統領は1881年12月までブレインを国務長官としていた。1884年、アメリカ合衆国大統領選挙では、 共和党公認大統領候補となったが落選した。ブレインは1860年から1912年の間で唯一人大統領選で落選した共和党非現職候補者であり、一度も当選できなかった共和党公認大統領候補としては二人目だった。マグワンプスと呼ばれる共和党改革派がブレインの汚職という評判ゆえに民主党のクリーブランドを支持した。 ブレインが一連の素晴らしい演説を繰り返した白熱した選挙戦の後でニューヨーク州を僅差で失ったために敗れた。ブレイン自身を含み多くの者はその敗北の原因を1884年10月29日にブレインのいる前でプロテスタントの牧師サミュエル D ・バーチャードが使ったラムシュ、ローマニズムと反逆者という言葉に返している。バーチャードはその意見では 民主党の立場を特徴づけるためにこの言葉を使った。ラム酒はアルコールから上がるり、この言葉はブレインのものではなかったが、その反対勢力はブレインのカトリック教会に対する敵意を象徴させるために利用し、おそらくカトリック教徒の中には投票対象者を変える者がいた。ブレインの母はアイルランド人ローマカトリック教徒の子孫であり、姉妹は中道女であり、 ブレインが多くの民主党支持者の票を得ようとしたという憶測もあった。しかしカトリック教徒はブレインの修正条項を支持したことでブレインをすでに疑っており、このことで多くの疑いを確信させることになった。1888年の大統領候補者選びの時は候補者指名を拒否し、ベンジャミン・ハリソン大統領の内閣で再び国務長官となり、 1889年から1892年まで務めた。ブレインの国務長官としての役割はいくつかの顕著な段階で際立った。アメリカ大陸の国々の友好的理解と協力を促進するために、ブレインを議長として反アメリカ会議が企画され、推進されたが、ブレインの引退で挫折することになった。ブレインはこの政策のために関税法を提案し、 自国の商業を反映させた多くの相互、依存条約を交渉した。ブレインはサモアにおけるアメリカの権益を維持し、1891年にニューオーリンズで警察署長を殺害したマフィアとして告発された11人のイタリア人の死刑について、イタリアと活発に外交交渉を行い、アメリカ海軍の艦船アセスボルティモアの水夫を巻き込み、 死者を出した酒場での喧嘩についてが死臭国とチリの間の緊張関係の間も断固たる態度を崩さず、ベイリング界でのアザラ資料についてイギリスとの議論を行い、この食い違いは仲裁によって後に解決された。ブレインはクレートン・バルワー条約の修正を行うために動き、イギリス政府との延々と続く交渉の中で、 大西洋と太平洋をつなぐために建設される地境の運河はアメリカが排他的に支配するという政策を強力に主張した。ブレインは共和党全国大会の前夜、1892年6月4日に辞任した。その名前は大統領指名候補として再度大議員の考慮対象とされたが、多くの支持は得られなかった。ブレインはその後年の余暇を利用して、 議会の20年間を表した、2巻よりなる輝かしい歴史書である。ブレインはメイン州ルイストンに、ベーツ大学を創建するために貢献し、長期間大学の理事を務めた。1869年には、ベーツ大学より名誉学位を受けた。ブレインは62歳の時に、ワシントンで死に、オークヒル墓地に埋葬1920年6月には、 メイン州オーガスタのブレイン記念公園に移送された。ブレインはハリー・タートル・ダブのタイムライン191小説、ハウ・フュー・リ・メインにアメリカ合衆国大統領として登場しており、第二次米国戦争でアメリカ合衆国がアメリカ連合国に敗れる時の指導者である。ありがとうございます。